きてえかだな。どうしたんだね。ドアに手を挟まれたんだ。うん。首が出てやったんだ。うん。首がね。少し痛いよ。つまりこれが釘ってわけか。迷惑はかけねえ。つまらねえ出入りがあってね。駅前のマーケットで松永って聞きゃ誰でも知ってるぜ。前もってことはっとくが、治療代は高いよ。無駄飯食ってるやつからできるだけボロことに決めてるんだ。おい、何か麻酔剤の注射かなんか寝るか。おめえたちみたいな親子に打てる注射なんかあるもんか。風邪薬もらってこうか。なかなか抜けやがらねえ。おめえたちみたいな自堕落な生活してるやつは結核菌取りつかれるリスクが多いから気をつけな。こんな肺病闇があってたまるかよ。見かけだけじゃわからないよ。肺病闇はみんな波子さんみてえだと思ったら大間違いだぞ。スポーツマンによく歩くった。本人も他人も夢にも考えないうちにやられてるのは結核さ。肺病ってやつは痛くも痒くもないから始末が悪いんだ。席や熱が出てやられた月がつくときはもう遅いんだよ。怖いのか。怖い。
れつけがりやって。だからですかね、医者は。何でも大げさにして儲けることばかり考えてやがる。そうさ。結核患者5人持ってりゃ医者は左打ちだからな。じゃあ見てくれ。この席が結核か結核じゃないか見てもらうじゃねえか。どうやって見るんだ。何？胸叩いたり聴診器つけて首ねえたって何が分かるもんか。そんなものはお前にないんだよ。医者は格好がつかねえからあんなことするだけさ。まあ気休めにやってやってもいいがね。こんなことで分かるようだったらそれこそ一巻の終わりだね。どうしたんだ。お前どっかで一遍レントゲン取ってみな。どうなんだって聞いてるんだ。レントゲンで見ねえとはっきりしたことは言えねえが、まずこのぐらいの穴が開いてるね。このまま貼っときゃ長いことはないね。それはどうしよう。わしは座りやん。どうしたの先生。あいつは脈があるぜ。ああいう毛玉のことを結核をバカにするやつはねえが、あいつは気にするだけ上出来さ。まだ少しは人間らしいところが残ってる証拠だよ。ねえ兄貴、ちょっと池の玉入ってったでしょ。何だか兄貴、あの月見たつだだからねえ兄貴。兄貴、どうかしたを泣いてきたやつじゃないか。そのてめえその見覚えがあるぞ。もういいのか。粉水飲んだらこの間のようなこっちゃすまないぞ。
これなら死にませんだろう。うん、あれだ。あ、いけねえ。あいつに聞くんだった。なんです、一体。松永ってやつ探してるんだがね。この辺じゃいい顔らしいが、ちょっと苦い走った。与田家のある女ならすぐ惚れそうな男さ。知ってますがね。しかし先生、何だってあんな。言ってることがあるんだよ。どこ行ってられるかな。昼間からホールに入り浸りだわ。表通るのかい。うん。どこがいいんだろう、あんな痩せっぽちに。姉ちゃん。お前も惚れてんのかい。誰が。あんな男に惚れるもんじゃないよ。惚れるなら俺みたいな男に惚れな。見かけは汚いが、第一病気になった時にただですもん。どうしたの？嫌に重いのね。鉛が入ってるから。怒ったの？なんだか変よ。少し貝が薄いわよ。バリバリしてるあんたなんか大嫌い。死んだ。少し黙ってろ。やっていて飲んだら何はついでしょ。汗がウイスキー臭いわよ。黙ってろって言うんだ。兄貴、医者が来ましたね。医者？昨夜のもういいでだ。あの、あやつけに来やがったじゃないかな。一丁、ゴロマット。何の用だ。カツアゲするなら相手を見てからにしな。何だと。人の感情を踏み倒しやがって大きな面すんな。待てんなよ。ケチな感情を踏み倒そうとしけちゃいねえよ。感情なんか負けとくからいっぱい飲ませるよ。バカ言え。その方がよっぽど高くつか。まあそう言わねえでいっぱい行こう。あんちゃん掘りや酒はねえよ。あとだぜ。嘘つけ。お前プンプンに酔うぜ。いい匂いだ。まるでダニみたいなやつだ。世間じゃお前たちのことをそう言ってるよ。口の減らないやつだ。こっち行きな。仲直りだ。とっとき飲ませるで。ゆうべは、おめえがあんまりでたらめにやるから。お前みたいな乱暴な感じは初めてだ。それはそうと、ゆうべおめえの首を絞めてた時に入ってた女な。どっかで見た覚えがあるんだが。あれやりの。あいつには手を出しちゃいけねえぜ。ほら、俺の恋人だからな。
信用するもんか。信用できなきゃレントゲン取ってみろ。チッ、家につきやがって。レントゲンなんかくそくらいだ。さっさと帰れ帰れ。バカ言うな。お前の体のことじゃない。くさばるもくさばらんでも俺の勝手だ。てめえの世話にはならねえ。それはその通りだ。お前なんかどうなろうと構わない。しかしな、俺はお前のハイミスを食ってる結核菌に用があるんだ。そいつを一匹でも殺したいんだ。お前が今すぐここでくたばって仮装にしちまえりゃ一番世話ねえんだ。おう、知らねえで、あんなやつは足の折れたままみたいに人をもに叩き殺してる仕方がねえな。もう知らねえぞあんな野郎。そんなこと言ってもダメよ先生は。何がダメなんだ。先生はね、自分が見た患者さんと自分のことより心配なんだから。旗で見てるとバカらしいくらいだわ。元来医者って商売がバカらしいんだから仕方がねえよ。この世の中に病人が亡くなったら一番困るのは医者だろ。それなのに医者ってやつはその病人を亡くすことばかり考えてるんだからな。違うわ、先生は特別よ。まだいい、これが当たり前なんだ。だってよその医者さんはもっと気楽に適当にやってるわ。ふん、あいつら医者じゃねえ、たくもちだ。でもね先生、先生あんまり本当のことをずけずけ言いすぎるわ。いえ、嘘つけって言うんじゃないの。でも本当のこと言うにしてももっと言い方があると思うのよ。私だったら初めなんてとっつきの悪い先生だと思ったわ。どうもガミガミ怒鳴りつけるし。ふん、ほっといてもらいたいな。説教聞いて出直すには老けすぎてな。そんな、言われないだって分かってるよ。性分さ、こいつがなけりゃ今自分どっかの大きな病院の院長さんぐらいにはなってら。ほら、高浜病院な、南町の、あそこの病院の高浜は同じクラスにいたんだ。しかし考えてみりゃ、あの自分から高浜と俺とじゃ月とすっぽんだった。どことなくきちんとして立派だったよあいつは。ところが俺と来たら洋服七に叩き込んでもジェロ買いに行くのが好きでな。性分とは言うが、あの自分にグレさえしなきゃ。しかしグレるにはグレるだけの訳があんでな。あの松永って野郎を見てると、どうもあの自分の俺のことが思い出されてきに、あいつもかわいそうだよ。こいつが悪いっても、肺がやられてるだけじゃねえんだ。なんていうか、心がやられてなんだ。むちゃな面してそっくり返ってやがるが、胸の中は風が吹き抜けてるみたいに寂しいに違いねえ。締め殺しきれねえ理性が時々うずくのさ。まだ凝り固まった悪にはなっちゃいねえんだから。
いよ。岡田のその後の様子を聞いたか。もうそろそろ出てくる自分じゃないかな。輸血が半年で3年と8ヶ月だが、もうすぐだ。出てきたところで何も心配することはないよ。まさかこんなところにいるとは気がつくまい。でもきっと嗅ぎつけるわ。そういうことの早い人だし、大地この辺が縄張りなんだから。探し出されたって怖がることはないよ。お前さえはっきりあいつと切れるつもりならどうなんだ。そりゃ先生にはわからないの。私がどんなにあの人に組んでいるか、体が震えるくらいだわ。私の一生盗んだんじゃありませんか。まだ半分残ってるよ。だってよしよし、それなら問題ない。さあ飯だ飯だ。もう一本だけ。ダメダメ、昼間から転んで怪我するほど飲んでるんでしょ。バカいい、この気も私は信用しませんね。酒飲んで酔っ払って転んだ坊さん、それ見てびっくりして。私はびっくりなんかしませんよ。どうした、バカに塞いでるじゃないか。私一度会ってみようかと思う。誰に？出てきたら岡田に。どうして？ああいうとこ行けば少しは人が変わるかと思って。バカな、そんな代物かい。あいつが勲章でももらった気で生きようと出てくる組さ。でも私女として。何？いえ、出てきてもし私がいなかったら。バカな、どういう根性だぞそれは。お前はさっき自分で言ったばかりじゃないか。お前はあいつにかっぱられたんじゃないか。あんなにいじめられ、病気までうつされて、その挙句犬の子みたいに捨てられたんじゃないか。それなのに、まだ尻尾ってついて聞か。ついて行って野良犬みたいに、クソだらけになってくたばらんでいいんだ。また始めやがった。あいつが始まるとカノ野郎が避け出てくるし。おいバカ、寝るぞ。帰ってきてくれ。だいぶ良くなったな。気をずっと続けてるんだね。ええ、もう少しの辛抱だな。なかなか成績がいいな。しかしな、この結核というやつは一筋縄ではいかん。病菌とどっちが勝つか賭け比べ。向こうの小山の麓までさ。しかし本当に走ったりしちゃいかんぞ。
すべて亀さんの気持ちでな、コツコツやるんだ。もっともウサギのようによく眠るのも大いによろしい。先生、私も17よ。そんな幼稚園の先生みたいに言わなくても分かります。しけしけ。先生っていい人ね。つまり結核ほど理性を、理性を必要とする病気はないって言うんでしょ。もう10分も聞いてるわ。じゃあありがとうございました。今度来るときにもっと良くなってるわ、きっと。ねえ、あみつかけましょうか。あなたと二人できたか。港が見える丘、丘。はい、次。なんだ、お前か。何しに来た、ちょずらしやがって。ふん、他た自覚症状でも出てきたんだろ。熱でも出るのか。熱なんか出るかって。これはこの通り体ピンピンだい。じゃあ何しに来たんだ。雨が降って心機癖から、おめえのおかしなったらどの魚にしてここやりに行こうと思ってな。よせよせ、かわいそうな野郎だ。どうしてそう素直になれねえんだ。なぜと。ふん、病気は怖いんだろ。まあ、ほら、お前が病気を怖がってるのを笑ってるんじゃねえぞ。怖いものを怖がるのは当たり前だ。それは恥ずかしがるお前の根性がおかしいんだ。お前たちはそれが勇気だと思ってやる。俺に言わせりゃお前たちほど臆病者はないよ。じゃあなぜ故郷弟子に入れ墨したり、隠語使ったり、いもんだけ背負って突っ張って歩かなきゃならないんだ。自分で自分が耐えれねえからじゃねえか。俺にはそんな働きかないよ。お前なんかで今出てったあの小さな女の子の方がどれだけどしょっぽねがあるかわからねえ。あの子はな、病気と面と向かってシャーンとしてな。お前と来たらそんな勇気はくるっぱかしもねえ。暗闇は目をつぶって駆け抜けるって口さ。どうだ、図星だろう。あと何しに来たの。帰って、帰ってちょうだい。来てもらう。
変わらないかね。うん。君はどうだ。相変わらず景気が良さそうだな。そのままだいぶ苦したな。いや、相変わらずだな。どっち行くんだ。うん、その町の天童村だ。おう、じゃあ三つ字だ。乗っていかないか、うん、そいつは助かる。タクシー暑くてな。これは素敵だ。自動車に乗ると歩いてるやつがバカに見えるから妙だな。なぜ行こう。ところで君のとこアルコールの余分はないかね。いかんいかん。飲む気だろ。いや患者用だよ。排気はないのかい。排気は飲んじゃったんだ。もう年だぜ。無茶するなよ。そうそう、3日前君のところへ松永って患者行かなかったかい。松永？うん、結核患者。おお、やっぱりレントゲン撮ったのか君のところで。いや、右がひどいんだ。その写真ちょっと俺に見せてくれんか。おかしいな、うちへ来た帰りにフィルム持たせて君のところへやったはずな。雨の日だ。ああいう手合いにかけちゃ君の方がエキスパートだからな。命預けるつもりで頼んでみろって回したんだ。おなんだ、おめえか。けならもうねえで。何？ちょっと踊ろうと思ってね。そうバカにしたもんじゃねえ。こう見えても相当な踊りでさ。うん、あれは単語だな。いいね、単語は。クイック、クイック、スローはっ。バカ、単語じゃねえ、ブルースだよ、あれは。ブルース？ふん、バンドがまずけりゃブルースが単語に来ることもあらん。どうしようかな。まあ、そう言うなって。しかし、本当にありがたく思わなくちゃ、バチ当たるぜ。こうやって頼まれもしないのに、赤の他人の体を心配してやってるんだ。我ながら時々考えるね。俺は天使みたいなもんだってな。好きだね、天使だな。ふん、お前らスケベだから。天使っていうと何かカフェかダンスホールの姉ちゃんみたいなものを想像してるんだろうが、本当はあれみたいな。野球狩りが何やる。まあ静かに落ち着いて話し合おうぜ。俺はおめえに話なんかねえよ。これだけ言ってるのにまだ分かろうとしねえのか。バカだね。止まったレントゲン写真持ってきて見せたらどうだ。バカ野郎。高浜に会ってすっかり聞いたんだよ。くだらねえ負け惜しみやめて今夜のまっさりやってきな。なあ、年寄りは掃除らすもんじゃねえ。いいか。じゃ待ってるぜ。手入れて頼むから来てやったんだぞ。ヤクザは義理が勝てんだ。約束すればちゃんと来るんだ。どこまでただこの野がるんだか。酒くらってヘベルキにならなきゃ食らんなかったんだろう。情けねえ奴だ。情けねえ。なんてんで。情けねえんだてめえじゃねえか。食い気みてえに俺らとばかりが追っかけやがって。しょうがねえな。まあいい、こっち来な。なんだよこのうちは。うん、来たよ。疑いじゃねえか。呆れたね。これでも親があるんだろうかね。親だ。親なんか分かってんだ。いなくて幸せだよ。おばあさん、おばあさん、
お前誰だ。ふしゃってダメだぞ。お前どっかで俺に会ったろ。ああ、いかんにしねえ。水持ってきて。なんだお前は。あ、もぐりだな。ええ、おやじ。この間、高浜ってやるがバカにおめえのことを褒めてたぜ。だけど、俺は信用しねえよ。分かったな。お前とあいつは同じような無事だな。まあ、そんなことはどうだっていいか。見せてみな、写真を。え？写真？このままひっちゃびちゃったよ。さあ、破いた？バカ野郎！おい！無事なんか欲しくねえんだ。一度は死んでやろう。一度は死んでやるよ。困った野郎だな。あ、何かかけてやれ。写真ってこれじゃないの？また始めや。どこのバカだか。ずっとうまくならないな、あのマンドリンは。なんてやね。あやきったってんだ。マンドリンじゃねえよ。いちいちそう年寄りに逆らうもんじゃねえよ。たまには年寄りの言うことも聞くもんだ。聞くんなら今だ。見ろ、こんな大きな穴が開いてるんだぞ。穴が開いてるから風通しが来ていいよ。本当に治るか？治る。今からでもか？治るよ。いい加減なことやられてしょしねえぞ。治る。何言われなんで？その代わり俺の言う通りにするんだぞ。いや、言ってんで。やらせのこと抜けしやがって。俺の言う通りにしろ。かしくって。どっちで死ぬんだよ。何言ってんだよ。誰が俺の言うことなんて聞くか。
ってみな。調子が変わったの。岡田、いつもあの歌弾いてたんです。バカな。岡田でなくたって弾くだろうさ。だって。なんて歌だい。そうよな、おめえたちは知るねえな。おめえたちがガキの時分に流行ってる歌だよ。へえ、なんていう。人殺しの歌だよ。兄貴、兄貴はどこの身内なんだ。すっかり変わりやったな。変わらねえな、この薄い板に水たまりだけか。紹介状書いとくか。明日来な。ちゃんと作戦立ててもらって、結核菌と一合戦やるんだ。結核菌ってやつは恐ろしく頭のいい悪党だからな。出づくじゃどうにもならねえぜ。うん、いいか、酒飲んじゃいけねえぜ。分かったよ。年寄りはくどくていけねえ。飲んだと先生またまだ少し湿ってますけど、あんまり汚れてたんだったし。女も禁物だぜ。泊まってきたの。ゆうべは悪いことしてきたんでしょ。いらっしゃい、お仕置きしてあげるから。おや、朝っぱらから幽霊だよ。そんなに顔色悪いか。あんまりお見かけだからさ。でも冗談じゃなく、ずいぶん痩せたわね。誰かさんに可愛がられすぎたんでしょ。失礼いたしました。長いことご苦労さん。おめえ今じゃいい顔だってな。あ、おかげさんで。まあゆっくり話を聞こえていいか。
どっか顔聞かせな。いらっしゃい。おかしな人ね、消えたり現れたり。何さ、仁太の広告じゃあるまいし。つまらないもんで恐縮ですが、一つ。うん。まあ一つ行こう。あ、はい。せっかくですが今日は。トリッペルか。いえ。いや、どうしたんだい。ああ、本当にせっかくですが。ん、なんで、ひどく自信が変わったんだな。4年前には神器の机にそんなとぼけたセリフがなかったぜ。まあ、俺の杯が受けられねえってんなら、そこも呼ばろ。そんな、兄貴。少し体が悪いもんで。そういや、顔色悪いよだろ。何、大したことはねえんだよ。じゃあ一杯だけ。メールは誰かしら。気をつけ、あんなのに惚れたら骨までしゃぶられちゃうよ。4、5年前だ。そこのガード下で、あいつに顔をめちゃめちゃに切られた男があるんだ。その人死んだの。あいにく死ななかったのさ。だからあして出てこられたんだよ。どうも、しばらくぶりでしゃべってると、女はみんな綺麗に見えていけねえよ。ってことよし、頼むぜ。よろしく。
よしさ。おい、どろ。ちゃ、病は気からってね。どうした先に踊るかしら。バカだね、決まってんじゃないか。落ち目の方が後回しさ。少し回してくれ。おい、よしな。これだけだ。根がねえんだから、およしなせい。うるせえ。いいから待て。半田、十万。よし。勝負。はいはい、ただいま。
どこの清水でございた。友達からに世話やらせが。先生、松永さん、喀血したんですって。ふん、そうめおり。勝手にくたばれ。肝臓では。単なんだ、バカ。おい、俺はいかんと言ってるんだぞ。絶対にいかん。絶対にいかんぞ。手に突っ立てねえで、洗面器に水入れて持ってこい。ふん、そんなことぐらい一人でできねえのか。おいデブ、お前どっか行って氷のと氷買ってくるんだ。こんな夜中に無理だよ。何よ、いつも無理ばかりとしてやがって。あと待ちな。この部屋は女の部屋らしいが、女はどうしたい。なんだか大掃除降って友達の家へ泊まりに行ったよ。ふん、どいつもこいつも大した代物だな。何もやるつったってなんだ。さっさと行ってこい。行ってこい。気にしちゃいけねえぞ。お前みたいな奴は喀血した方が薬だ。少しは用心する気になるだろうからな。喋っちゃいかん。ゆっくり眠りな。眠ってガキの自分の夢でも見るんだ。何だ、何かあったのか。あったんです、あの人に。誰、岡田か。え、どこで見られたのか。いいえ、あのマーケットの通りで、向こうは気がつかなかったらしいんです。ダンサーらしい人と二人で。確かに岡田です。何してるんだ。急に用事ができて、しばらく部屋開けるわ。
大なんちゃう。まだ悪い時ってどうしてこう。私が悪いんじゃないわ。そんな顔してみないでよ。私ね、ホール休んでもあんたの介護しようと思ったのよ。でも急に君から話が決まって、とってもいい条件なのだから。じゃあ当分お別れだな。そうなのよ、辛いけど仕方がないわ。じゃあお別れのキスしてくれ。お前そんなに俺の病気が怖いのか。そんなことないけど、ただじゃあ来な。長いこと世話になったな。この恩は忘れねえで。これを4時間ごとに飲ますのよ。いい？飯何食わすんで、姉ちゃん。これ持ってって区役所で証明書もらえばミルク買えますからね。それを冷たくして飲ませるの。おう。姉さん、どっかで見たことがあるんだがな。じゃあお大事に。先生、お家の帰りにお寄せしますからね。あがよ、病人のそばについてなくちゃダメじゃねえか。いねえんだよ、その病人が。何だと？薬取りに行って帰ってみたらもういねえんだよ。おい、松永の子行ったか知らんか。知らないよ、そんなこと。はい、これ持ってってちょうだい。追い出したんだな、貴様が。何すんのよ。あんた一体何なのさ。何だと？ここ私の部屋よ。人を呼ぶわよ。この人でなし。どうしたんだって。この人がわけのわかんないイチャモンつけるのよ。追い出してよ。待ちな。聞きたいことがあるんだ。俺が暗い子の前に確かおめんとこで世話になってた女があったな。あの女今どこにいるか知らないか。知らんか。患者のつらいちいち覚えちゃいられねえよ。見よってんだぜ。知らねえね。マッチ箱みたいな部屋にじっと知られねえ性分なんだ。分かってるよ。あんな薄汚いドラ猫の巣はきれいにお方にくれてやるさ。しかしお前もかわいそうにな。まあ俺の言うことを聞け。お前の肺はちょうどこの沼みたいなもんだな。
前の灰ばかりきれいにしよったってダメな相談だよ。お前の周りには腐り切ったウジの湧いたバイキンみたいな奴らばかり集まってる。そいつらときれいさっぱり手を切らない限りお前はダメだな。現に今日ここで身を見たって人間を連れてきてるんだ。そりゃなおはっきりしろ。それとでさなあ、俺とおめえと四つの目ではっきり見たな。ふん、大方人違いでもしまったんだろ。しまひるのもいい加減にしな。下の場下、いや人の女房をかき立てしやがるとただじゃおかねえぜ。ちょっと待てな、おめえ何か勘違いしてやしねえか。おめえがぶち込まれる前と今じゃ時勢が違うんだぜ。おめえみたいな保険主義の化け物の言うことは今時通用しねえのさ。聞けやる。分からなきゃ言ってしてるのに、てめえばかりに覚え奪われちゃってもダメの母さ。どんなも同意しなきゃするまでだ。何じゃどけんてんだ。よく覚えとけ。聞けやる。くらかれ。もしその女がだな、このうちにいたとしてもだ、てめえの声聞いて飛んで出てこねえようじゃ脈がねえんだ。てめえ、命は惜しくねえか。何言いやがる。一人前の人殺しにどらすんな。ふん、お前より俺の方がよっぽど殺してるよ。こいつ。何だ何だ、病院の出る幕じゃねえ。寝てろ寝てろ。まだ出てねえ。こんなところに。てめえ、この先生にはいろいろと恩義がございます。射程の分際で座が高くござんすが。ふん、恩義なんか感じなくたっていいから、病人は病人らしくしてもらいたいな。兄貴、今夜のところは何分手は命に代えまして。おい、いい加減にしねえと命も減ったくれもねえぞ。変な何をしまうみたいなことやめてくれ。もらったの悪い。おい、ばあちゃん、この病院に連れてってくれ。そっち、お前もなんだぞ。弟分をむざむざ殺したくなかったらさっさと切るんだ。お主は明日でも切る。ただ黒目、とうとう現れやがったな。怖いね。やだやだ。何が怖い。明日警察に行ってくるよ。心配するな。この話は俺がつける。撮影持ち込まれたりしゃ俺の顔が丸つぶれだ。バカ、病人と赤ん坊には顔もへったくれもねえよ。黙って寝てりゃいいんだ。いや、明日親分のとこ行って頼んでみる。今までだって俺の言うことは大概のことは聞いてくれたんだ。そりゃそうだろう。お前が金儲けの役に立つうちはな。しかし今じゃ多分岡田の方を大事にするだろうよ。そんなことはねえ。俺たちの仲間は
岡田みてえな奴らばかりじゃねえ。次の世界があるんだ。あれはおめえ、悪党仲間の安全保障条約みたいなもんさ。結局はこれだよ。バカ言え。そらそら、だからおとなしく寝てろってのに。でもお届けたりして後で仕返しでもされたらね。私さえ岡田のところ行く気になれば。バカ。でももし。ふぬけ。そんなことばかり言ってやがるから、あんな奴らがはびこるんだ。ヤクザが怖いなんて伝説だよ。商売なら困らせるのはお前だけだ。さあ、もう寝ろ寝ろ。動いちゃいけねえぜ。岡田のことは俺に任しとけ。何？バチルスの巣みたいなこの町をちょっと消毒してもらうさ。じゃあ警察行ってすぐ帰ってくるからな。お前ゆうべ寝返りばかり打ってたやろな。よせよ。岡田のとこ行こうなんてバカな考えだけはやめてくれ。孫悟空なんて今時入らねえんだ。日本人の奴はとかくくたらねえことに身を捨てたがっていけねえ。おい、動いたら承知ねえぞ。今日動きあったら俺はもう好きに向かねえぞ。俺の達成がね。でもそんな顔だて。てめえの顔がかぶってたらヤクザ教えだ。身を捨ててかかってこそ顔立派に立つんだ。いけません、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 あったらさ、いけません、あったらさ、ごめん、いけません、いけません、私の辛抱だ。わざわざすぐ帰ってくるからな。待てなさい。おめえたちには仁義の世界はわからねえんだ。待てなさい、待てなさい。あんな松永みてえなお主に俺には親分の了見が分からねえ。どうしてあんなくたばり族ねえにあの島は任しておくんです。おめえもまだ若えな。こうやられたやつは大事にしてやらなくちゃいけねえよ。特に血を吐いたようなやつは命知らずになっているから、いざという時に役に立つんだ。あの島は遠からず北島一家の割り込みがあることを覚悟しなくちゃならねえ。その時松の体は張らせるんだ。うん、なるほど。どっちみち長かね、ちょうどいい死に場所さ。その後はお前のもんだ。俺は何も言わねえが、先のことはちゃんと考えてるんだ。
なんで何のまんだ、そんざま。おやぶん、この風天野郎、やけりなきゃダメになれるんで。まあ、待ちな。え、大方熱でも頭上がりやがったんだろう。ほら、卵でも飲みな。あんたみたいな人が落ち目になるととってもかわいそうで見ちゃいられないわ。私いつもそう思ってたんだけど、あんたはこんな世界には向かないよ。これをしように足洗った方がいいんだわね。そして田舎へでも行って養生するといいんだけどね。私は国へ帰ろうかと思ってんのさ。こんなとこつくづく嫌になったんだよ。一緒においでよ。ちっぽけな町だけど、道の真ん中をきれいな水が流れているんだよ。ダメダメ。それよりかね、本当に来ない？苦労はさせないよ。私の時期がね、町外れで牧場やってんだけど、あんなとこで養生すりゃ病気なんかすぐ治っちゃうよ。ね、おいで。とにかくここは離れた方がいいよ。ね。ダメじゃねえか。事務所から私が来たばかりじゃねえか。私が払えばいいんでしょ。何さ、何こそこそ言ったんだこの野郎。おい、親父。いいえ、何でもないのよ。面白くねえな。気にしないで、ねえ、お願い。ねえ、今どこにいるの。真田って医者のとこだ。ああ、知ってるわ。そりゃいいわ。私、今晩でもまた相談に行くわ。いい？そんな体なんだからね、短気起こしちゃダメよ。
どうしてももらってこいって言うんです。この縄張りは今日から岡田さんのもんだ。あんたなんかもう構えつかないって。正しいんだろうな。病人の忘れるんだからな。
じゃ。どうした？妙にしょんぼりしてるじゃないか。え？身投げすんならもう少しきれいな水の方がいいぜ。相変わらず口が悪いわね。ふん。悪口でも言わなきゃ気がめいってしょうがないよ。何のかもバカバカしくってヘドが出そうだよ。みんなあのろくでなしのおかげさ。先生、仏の悪口はやめてよ。ん？そうか。お前惚れてたんだっけな。そうじゃないのよ。これ、あの人のお骨なのよ。だから。聞いたよ。お前あいつの葬式出してやったんだってな。だいぶかかったろ。ええ、6,000円とちょっと。とんだ散財だったな。でもあんまりかわいそうだもん。親分なんていい気なもんね。まっちゃんは仁義に外れてるとかなんとか言いやがってさ、人のともしないんだからね。そのくせ岡田が捕まった時には甲賀町まで回して大騒ぎしやがるしさ。本当にこんなとこもう一日だって嫌だわ。今度こそ思い切ったわ。先生、どうも長い間。船でも引っ込むのかい？ええ。マスターの骨も国の方へ埋めたいと思ってんで。私、あんなことになる少し前に、マスターと話してたことがあるんです。私、足を洗って国へ行かないかって口説いてみたんです。無駄な話さ。俺もそんな風に考えてたんだ。あいつをヤクザから足洗わせられると思ってたんだ。ところがあの通りだ。結局来たものは来たものさ。来たものを人間にしようなんて考えがそもそも甘っちょいんだよ。そんな、マッちゃんはその時本当にそう思ってた。惚れた役目だよ。惚れてたからよくわかるんですよ。確かにマッちゃんはもう少しであんなことにならなくて済んだんだわ。私の話を珍しく親身と聞いてたんだもん。気のせいか泣いてるみたいだったわ。それなのに。それなのに。あんなバカしてかすのはヤクザなんだ。それはくだらないって言うんだ。くれつだって言うんだ。だからこそこの野郎が許せねえんだよ。ね、あんみつでしょ。よし。あんみつってやつはどこで売ってるんだ。何にも知らないのね。おしるこ屋さんよ。よしよし。
おい、お前も一緒に来ないか。お別れにあんみつごちそうするぜ。せっかくですけど、私はここで。そうか。じゃあ、達者でな。先生もごきげんよう。うん。しっかりしてれば結核なんかちっとも怖くないわね。うん、結核だけじゃないよ。人間に一番必要な薬は理性なんだよ。あなたと二人できたおかわ先生。